それでは第1部の講演に入ります。講師は株式会社アイム代表取締役の山口春信様です。来場者の皆様は配布しております次第の裏面のメモ用紙をぜひご活用ください。山口様、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。 ありがとうございます、改めまして、写真が出てましたけど、写真よりだいぶ丸くなりました。山口と申します。どうぞよろしくお願いします。それではですね、早速なんですけれどもですね、始めていきたいと思います。今日のですねテーマ、スクリーンにですね出ている通りに、なります。保護者の方のですね親の役割ということで、約ですね、50分間ぐらいお話しさせていただきます。ですね、で今日ですね、ちょっと大きなキーワードっていうのをですね設けております。このキーワードがですね、外より内ということでですね、これだけ見てもちょっと何のこっちゃわからんと思うんですけど、非常に重要なキーワードです。で、ちょっと何回も出てきます、セミナーの中でですね。ちょっと頭にですね、入れとっていただければなと思っております。はい、それではですね、中身の方ですけども、今日はですね目次としてこのような、9項に分けてですねお話申し上げます。まずはじめにというところですね、今日のですね内容をですねご依頼いただいて、皆様のですね事前のご質問なんかも、拝見いたしました。何話そうかなってですねかなり悩んだんですね。たくさんいただいたご質問ですね、できるだけですねお答えしたいと思ってたものですね、やっぱり時間は限られます。できる限りですねちょっと内容を詰め込んだつもりなんですけども、ちょっとですねその分少し内容が多いですので、ちょっと急ぎ足でやっていきます。ちょっとお許しいただければと。で、アナウンスありましたけども、この説明資料ですね、このスクリーンに出る分ですね、これ後からお配りいたしますし、今日録画もされとって、市のホームページにですね、後で載るそうですのでですね、メモはですね、ちょっと最低限でいいのかなと思ってます。で、スクリーンにご注目いただいてですね、まず頭に入れることにご集中いただければなと思います。ではですね、ちょっと突然なんですけども、頭の体操をですねちょっとしようかなということでクイズを出したいと思います。ですね、もしですねこれ知っとるっていう人はちょっと黙っとってくださいね。ですね、ある日ですね交通事故が発生してですね、この車にはですね2人乗っとったんですね、親子、息子と父親とですね。で、事故で2人とも重体になっちゃったと。息子は頭怪我してですね、お父さんは、腹部をちょっと怪我して、で別々の病院にこう運ばれちゃったんですね。お父さんは A 病院に運ばれて、息子さんはですね B 病院に運ばれてしまったと。でちょっと息子さん頭怪我しちゃったもんで、脳の緊急手術をすることになったそうなんですね。でですね、ちょっと運がいいことにですね、ここので院長はですねもう世界的な脳外科医だったと。でこの人が執刀するわけですけども、このお医者さんがですね、この手術室に入ってですね座り込んじゃったと。どういうことかというとですね、目の前に寝とる患者は私の息子と。ちょっとショックで手術できんと言ったそうなんですが、これどういうことだと思います？ちょっと考えてみていただいてよろしいですか？これ実はですね、何のひねりもないです。全くひねってません。非常にシンプルな答えなんですね。よう分からんでしょう、答えね。答え言いますね。このお医者さんですね、入院してきたですね、目の前に手術台に乗っている息子さんの母親なんです。あれ、お父さん入院しとったにと思いませんでした？いや、母親なんですっていう話なんですね。ですね、皆さんおそらくついつい思ってしまったこと、世界的脳外科医っていうぐらいだけ男性だろうと思いませんでした？思うんですよね。私も最初引っかかりましたですね。でこれは思い込みなんですね。でこういうのをですね、アンコンシャスバイアスっていうらしくて、このコンシャスっていうのは意識的なっていう意味、その頭にアンというですね
あの否定の説得語がつくことによって、無意識でバイアスですね、 無意識の思い込みっていうですね、ことになるらしいんですけども、こういうふうに言うそうなんですね。やっぱ多いですよね、生きとればね。でも例としてこういうような思い込みってこういうのですね、ありますね。それからこういうの、まあ、さっきと似たようなことですね。で普通はなんとかって言うたりですね、やっぱあるんですよ。でこういう思い込みを持っているとですね、やっぱ怒ってしまうことっていうのは、ね、まあ、これやけんこうさとかね、ついつい言いません？なんかね、非常にやっぱ短絡的思考に陥ってしまってですね、まあ、決めつけたり押し付けたりっていうことが起こってしまうと。これがですね、あの就活の場面でもよく起こるんですね。まあ、学生本人の中でも起こります。自分の中でこういうのが起こって、で親子間でもやっぱ起こるんですね。あの学生の話聞いてると、やっぱね、親からこう言われたとかっていうのをよく聞きます。まあ、こうよしあしの話ではないんですね。こういうことが起こりますよっていう話で、で、まあ、このクイズから何を学べるかというと、自信とですね、皆さんも一緒ですよ、学生も一緒、私も、自信の中の視野とか思考の範囲っていうのに気づきますよね。案外狭くないですか。でその狭い範囲で我々こうついついやっぱ考えてしまうということですよね。で正しいと思っとったことがですね、もう見当違いやったとか思い込みだったっていうのはですね、もう認めたくないですよね。やっぱ自分が正しいと思いたい、思いたいんだけども、やっぱりこれは誰でもあり得ることで、でこれが真実であるということですよね。でそこに向き合うことって本当にすごくすごく大切で、で就活っていうですね、人生の大きなですね、分かれ道には特に大事です。見落としてしまったりですね、思い込みで判断してしまったりっていうのはできれば避けたいですよね。だからまずこのフラットな目線でですね、物事を見るっていうところもですね、意識する必要があるのかなっていうですね、クイズでございました。どうですか、皆さん引っかかっちゃいましたですね。そうですよね、私もそうだしさ。でね、これでね、皆さんに何を伝えたいかというとですね、まあ、親世代ですね、私も同世代になりますけども、が就活していた時代と今はですね、やっぱり状況ややり方、特にですね、考え方、今日はこの考え方のお話がメインになります。昔と今の考え方の違いですね、価値観なんかも変わってます。すべてやっぱ変わっとって、普通はこうやろって言いたくなるんですけど、それはちょっと良くないかなということをですね、我々がね、普通こうやろって言ってたのはもうとっくの昔の話であるというところにまず向き合った上でですね、お子さんと、いろんなお話をするとですね、非常にスムーズにいくんじゃないのかなと。で、その状況を踏まえて今ですね、どんな、就職のですね、環境なのかっていうのを知るとですね、より一層お子様の支援っていうのが可能になってくるのかなと。だからね、やっぱ我々大人の方が、ね、頭の中のアップデートせんといかんのでしょうね。私ももちろんです、ね、ついついやっぱね固まっちゃうんですよね。でそれを踏まえてですね、ちょっといかを考えていただきたい。親の役割って何だろうということですね。はい。でですね、まあ、そういうことをですね、言うお前は何者やっていうことで、ちょっとだけですね、自己紹介させていただきます。改めまして、山口と申します。今、53歳ですね。出身は佐世保になります。いろんなですね、大学の授業とかをですね、やってて、就活関係のイベントとかもですね、作ったりしてます。で、学生さんやですね、企業さんとの接点作りをですね、ずっとやってきた人間です。でですね、長崎県とかですね、この星マーク、長崎市のマークですけども、県とか長崎市とかとですね、いろんなこう連携、協力体制を作ってですね、イベントとかもやってると。今日もですね、そういう縁でですね、ちょっとお声掛けいただきました。で今ですね、私ちょっとパラレルワーカー、並行して複数の仕事をやってます。まず、長大でですね、まあ、非常勤ですけども、先生やってます。キャリア教育ですね。同じように準新員ですね。同じように創価大。創価大では先生と別で、キャリア相談員ということで、週に2回ですね、直接学生さんと1対1で就職相談を受けてます。まあ、悩み相談とか、履歴書とかね、エントリーシートの添削とか、
面接の練習とかですね、で生の声を聞いている立場ですね。それから、会社の経営もしております、今年で10期目になります。うちのですね、会社の、事業っていうのは実はキャリアと全く関係なくて不動産経営なんですねっていうのをやりながらですね、いろんな企業さん向けの採用コンサルとか講演とかですねなんかもやってると、いうことですね。ですから学生に授業するときは経営者目線でのですね、経営者ってこがんこと考えとったよとっていうような話なんかもよくします。で仕事たくさん私変わってきました。教育職が一番長くて、IT を教えた時期もありましたけれども、キャリア教育ですね、もう25年ぐらいやってて、で今年の3月までですね、県におりました。県庁の5階におりました。ちょっと今名前が変わってるんですけどもですね、昨年度まで若者定着化っていうところで、キャリアコーディネーターというですね、のをやっておりました。これも同じく学生さんの就職支援をやるセクションですね。一応専門職ということでですね、ちょっと県の方におりましたと。で3月にですね、県の方はちょっと辞めてるという状況ですね。